社会の複数勢力から標的とされる牧村誠。彼女が狙われる理由を探る真島は、誠の面倒を見てきた中国人の針師李に見込まれる。李はかつて大陸系組織に雇われる殺し屋でもあった。誠を守ろうとする二人の前に現れた男、近江連合貴人会会長西谷誉。関西を牛耳る近江連合内部で、西谷、佐川という二つの勢力がそれぞれ誠を奪い合っていた。徐々に誠をめぐる勢力図が見えてくる中、真島は密かにかくまっていた誠の存在を佐川に気づかれてしまう。しかし最後に誠を手にしたのは、突如深い闇から現れた白いスーツの男だった。Back to the torture chamber, I guess. 忠告したよね。殺しなんてやらずに済むならその方がいいってさ。でも真島ちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟に成し付けて、お前を登場会に戻してやる気だったんだよ。Well, back to square one. お前は牧村誠を殺せなかった。まあまあまあ。100歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃、足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがマメタロ。動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして、可愛かったな。I swear to God, if you hit him in the nuts, bruh, with that bat, I'm done. ある日、家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われるマメタロを見て、俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ。親の前ではな。あ？次の日、その猫を殺してやったよ。Dang. お前のことは必ず殺すよ。でもその前に、あの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。
Everybody in that mama be out there though. All right. Guess I should get comfortable, because I'm definitely going to be here for a while. マキムラ誠という人間を殺せってそれだけだからな。俺が兄弟から聞いてる話は。兄弟。そしたら女殺せっちゅうのは妻の、島野の親父からの命令なんか。そう。だからこそお前を登場界に戻してやれるチャンスなんだよ。なんで親父は俺にやらせようとしたの？ さあな。それは俺にもわかんねえ。とにかく白スーツの男、本当に心当たりないんだな。ああ。せやけど気になることはある。ん？奴は女を奪って生きよったが、殺そうとしてるようには見えへんかった。それは西谷も同じや。ん？ちょっと待って。 西谷ってグランドで暴れた鬼人会のか。西谷はあの時別の死体を用意した代わりに牧村誠を渡せ言うてきた。あの子を殺すつもりやったらそない面倒くさいことはせんやろ。西谷が別の死体を用意。おかしい。集めろ。オッケー。I think that's it。西谷と白いスーツの男が同じ目的ってことは分かった。ってことは奴ら来るかもしれないな。 話。どっかで拾ってきた野良を泥棒猫に仕立てたってわけか。確かに西谷らしい手口だな。そうなりゃ西谷を叩いて女の居所を吐かせたいとこだが、殺にしょっぴかれて今頃留置所か。いや、西谷やなくても組員もいろいろ知っとる風やった。 Oh yeah, true. They do know. あの女の。はあ。そしたら組員からたどれ。鬼人会の事務所は蒼天堀通り東の第三並木ビルってのに入ってる。確か3階だったはずだ。マジマちゃんさ、西谷のこと以外に 俺に隠し事ないよね。あらへん。Not at all。ああ。もしも何か隠し事してたら殺す。言いたいな。分かってきたね、マジマちゃん。Can't hide anything from him. Russ will kill me. And this is where Majima finds out about this. Wait. Yuki?
Okay, Yuki. You kind of changed up on me. I don't remember dressing you like that. What happened to the old stuff you had? Where are the glasses at? Where's the red? True. Oh my, are you serious? It's like I can't. I got something downloading, but it's not working for some reason. Kinda cheesy. Goro Goro-chan? Maybe? Alright, so what am I gonna write about? Pretty much, you can write about like all the side stories that you did. So yeah, this is another reason why you do it.